スライド式の場合は電池蓋をスライドして開けます。古い電池を取り出します。新しい電池をセットして電池蓋を閉めます。コインなどで開閉するタイプの場合はコインなどを電池カバーの溝に入れ反時計回りに回すと電池蓋が上がってきますので手で取り外してください。古い電池を取り出し新しい電池をセットしてください。電池蓋を上から押さえながらコインなどで時計回りに回してください。フック式の場合は体温計本体裏面のフック止めの穴にドライバーなどを入れ押しながら電池ケースを引き抜いてください。古い電池を取り外して新しい電池をセットした後電池ケースを押し込んでください。